こんにちは。 FF14 完全ソロプレイ日記第2弾。今日はタムタラの場所。ここを普段は弓術師、今レベル26なんですが、ソロで行きたいので冒険録を使った白魔導士レベル70で行ってみたいと思います。ジョブチェンジします。でコンテンツファインダーのタムタラの場所、制限解除してるので、ここに行きます。なんか前回サスタシャをやってみて、エアロとホーリーだけでいけるなと思ったんで、ちょっとホットバーの配置も変えました。はぁ、怖いよ。何もない。ここは行き止まり。あれ？あ、行き止まりに戻ってき、あれ？帰ってきちゃったの？間違えたっぽい。あれ？し間違えた。あれ？こうでしょ？こっちは何もないからこっちだ。ここも何もないから待ってるよね。ソウルカウンターは出現。宝箱がある。邪教の宝珠がある。あ、この流れを立っておけばいい感じ。あの
なんか紫の玉につながって、また道が分からなくなった。宝箱。つながるやつ。絶対なんかが出てくるんだね。宝箱と、また消しときました。で、今度はこっち。なんか気持ち悪い敵。なんもないな。一応やっつけとこう。まだなのか。連中を入手した。それで、さっきの念珠を使うと、ここが消滅する。また出てきた。これも消しとかなきゃ。
なんか階段が出てきた。あ、道がつながったんだ。イカ。絶対を。なんかつながってるからこれを消さないと多分効かないんだな。またつながってる。やったー、イカを倒しました。この絶対王って、クリアしました。よかった。じゃあ脱出します。